別府市では日本屈指の映画監督がリレー形式で短編映画を制作するプロジェクトを実施しています。このプロジェクトの一環として今日 APU で東京グールなどの映画を手掛けた萩原健太郎監督と演技について学ぶワークショップが開催されました。映画を作るときに大事にしていることは、映画の見方を一方的に強制しないというか、いろんな見方ができる。だそれはやっぱこう映画っていうものじゃないとできないのかなと思うんですけど。ワークショップには事前に応募した学生や教職員およそ30人が参加し、感情や目的などさまざまな設定をウォーキングだけで表現する演技に挑戦しました。ちょっと緊張しながらでもすごい楽しくできたので、良い経験をさせていただきました。映画に出るとか全然思ってなかったんですけども、で、まあ、こういう実際やってみたら本当に出たいですね。プロジェクトでは APU を舞台にした短編映画を制作する予定で、学生たちもエキストラなどでサポートする予定です。